まあ、サッカーっていうのは好きなんですけど、めちゃくちゃ好きかって言われたらそんなことなくて、早く辞めたいなってこう思ってる自分もやっぱ若い時あったんで、それが30で辞めたいと思ったんですけど、まあ今39でなんか変化がやっぱ出てきたっていうか、サッカー好きになって楽しくなってきてっていうのがあったんで、やっぱ人って変われるんだなって。ほっとしたっていうか、またボールが来たらやっぱり決めるんだっていうのを示せたっていうので、その繰り返しでサッカーをこう続けれてるなって思います。やっぱりここまでその点を取り続けたっていうのは、本当キーパー一人残してひたすら自分が気が済むまでシュートを打ち続けるんですけど、自信になるんですよ。もう本当ボールくれたらそこで打てれば絶対決めれるから自信が、なんか知らないですけど湧いてくるんです。何でもできるフォワードになりたいっていうふうにずっと思ってプロ生活を送ってきたので、自分が思ってた選手になれたかなとは思います。冷静にやれって言われた試合で、中途半端な力でしかサッカーができなくて、やっぱイライラしてる時の方がすごいゴール決めたり、なんでこんなミスしたんだろうとか、なんでこれを外したんだろうとかで、やっぱ闘争心を出していくことで力に変えてましたね。本当に見返してやるっていう思いでしかないですね。やるのは自分なんで、自分しかいないんだからって思いながらやってます。きっかけはやっぱり、まあ、子供たちですかね。出なくてもいいからどっかに所属だけしてみたいな、そこまでやってほしいんだなっていうのがやっぱ自分のやっぱ原動力で頑張ってましたね。Yanmar